今日の調べてみたらは、朝原昭高です。数々の凶悪事件を引き起こしたオウム真理教です。紫色の服を着た人物が見えます。あれが朝原容疑者でしょうか。二十七年前の五月十六日、オウム真理教教祖朝原昭高本名。 松本千鶴を元死刑囚が逮捕されました坂本弁護士一家殺害事件や14人が死亡した地下鉄サリン事件などを引き起こしたオウム真理教朝原について町で若い世代に聞いてみるとサリン事件ですか、はい、あ、ちょっと待って今名前そこだけ出てきて俺忘れてきたそうそうビンラディンだ。あ、違う別に連れています<え>、はい 事件とかその団体とかもあんまり詳しくな,なんかあるのは知ってるんですけど内容はそんなに分かってない顔は知ってます名前はちょっと出てこなかったですけどなんかじ事件起こしてすごい悪い人っていうイメージ今では朝原商工の名を知らない人も増えています あれからもう27年日本中がカタを飲んで見守った正規の逮捕劇で朝原に手錠をかけた刑事が今回取材に応じましたこれまあ警視庁というより警察全体のメンツがかかったそれほど重要な事件なんだろうなとということで 日本中を震撼させたオウム真理教教祖朝原商工逮捕の舞台裏を調べてみました朝原逮捕の現場山梨県旧上杭式村に行ってみるとここが朝原商工が逮捕された教団施設があった場所なんですが今は見渡す限りすすきばっかりで 何もありません。村にあった教団施設は。すべて解体されていました。事件の痕跡は慰霊碑のみとなっています。平成初期オウム真理教はこの広大な敷地に。サティアンと呼ばれる施設を建設。 多くの出家信者が共同生活し教団が危険な野望に向かって突き進む拠点となりました中でも第六サティアンは教祖朝原とその一家そして教団幹部の住居がありいわばオウム真理教の本丸と呼ばれる施設でした当時。

教団は全国の至るところで騒音や異臭問題など住民との胸ごとが絶えませんでしたさらにヨガ教室などと偽ってエリート学生を勧誘したり財産とともに出家するよう強く勧め信者の親との間でもトラブルが相次ぎましたそして教団の野望を阻む人たちを次々と その手にかけていくのです。千九百八十九年坂本弁護士一家殺害事件、<laughs> 信者の脱会を支援してきた弁護士とその家族を殺害しました。しかしオウム真理教におきましてまず動機が存在しないと。オウム真理教はインチキ金儲けの教団だらけはまずいわけだろう。すべてができちゃいいじゃないか。どここはその。 何度も疑惑の目が注がれますが実に6年もの間事件の真相は暴かれませんでした<心>そんな中で lucky lucky 国政進出を目指し、心理党として衆議院選挙に出馬しかし、出馬した25人全員が落選しました。 これからはより以上その強い政治に対する関心を持っていきたい持ちたいと思います。朝原は教団の利益のためなら殺人をも肯定するとし、武力での国家転覆のために信者たちを洗脳していきます。当時信者の数は1万人以上とも言われ、朝原を頂点とした。 独裁国家の樹立を目指したのですこれはロシアの工場で撮影されたオウムの内部映像マシンガンの説明を聞いているのは坂本一家殺害の実行犯の1人早川元死刑囚です教団武装化を進めた中心的人物です。<laughs> この実物は手に入らない。<laughs> さらに教団施設内で銃の密造や化学兵器サリンの生成を進め、無差別テロへと突き進んでいきます。千九百九十四年には。 松本サリン事件その後も数々の凶悪な事件を引き起こしましたそしてあの未曾有のテロ事件を引き起こすのです警視庁の悪現在日比谷線において詳細は不明なるも電車内、シンナーあるいはガソリンの匂い等はし病人等が発生してのる模様であるよってあるいは事例 1995年3月20日東京霞ヶ関に向かう五本の地下鉄車内で一周がすると通報がありましたこれがオウム真理教による化学兵器サリンを使った無差別テロ事件だったのです死者14人、負傷者6300人以上27年経った今でも多くの被害者が 後遺症に苦しんでいますこの事件の捜査に加わったのが当時刑事だった牛島博明さんです明日からゴールデン行くっていう時だと思うんですけど突然呼ばれて何かと思ったら明日から上戸行けと警察は首謀者朝原が 上式村の教団施設内に潜伏している可能性があるとみて24時間態勢で監視を続けていましたその応援要員として警視庁の新人刑事だった牛島さんが駆り出されたのだといいます。地下鉄サリン事件へのの教団の関与が暴かれ 幹部たちは続々と逮捕警察による包囲網は狭まっていきますが首謀者朝原の行方は依然わからないままでした朝原逮捕の X デイはいつなのか世間の関心は高まる一方です結局実現したのは地下鉄サリン事件から 二ヶ月近くも経ってからでした。警察車両が続々と上衣式村に向かって出発していきます。1995年5月16日、ついに朝原逮捕の X デイを迎えるのです。寒かったね。大雨普通でしょう。夜中。私たち的にはもうみんなね X デイだと分かってたんで。おはようございます。おはようございます。 いよいよいわゆる X デーがやってまいりましたこの日およそ2000人の警察官が第六ロクサティアンや各地の教団施設に配置されましたそして午前5時25分朝原逮捕に向けた一斉捜索が始まります はい、えー、ただいま火花がしております電気カッターが使われてドアが強制的に開けられる模様です扉が開きました中にどんどんう機動隊捜査員が入っていきます第6サティアン前に集められた捜査員は、はい、朝原検挙班と後方支援班に分けられていました朝原検挙班が入るから2階には入るなと 三階の信者をまず邪魔だからスーツに出せと。牛島さんが担当したのは見拒班の邪魔になる信者の退去、後方支援班です。シットなんかも入ってたんで何十人かでね、精鋭部隊が。第六サティアンには特殊部隊も入り、逮捕は時間の問題だと思われていました。しかし。 さあ捜査員の動きもですね、えー、少し緩慢、えー、と言いましょうか止まりました予定通りの時間にこの強制捜査がですね、えー、進められているとは今のところ思えないんですがもう40分あその、ね、ほど経ちましたからね警察は当初30分ほどで朝原を逮捕できると考えていましたなぜならすでに逮捕されていた教団幹部遠藤元死刑囚から 第六サティアンの1階の天井裏に隠し部屋があり、朝原が潜伏しているという情報を得ていたからです。検挙班は情報をもとに1階と2階を捜索。しかし朝原はなかなか見つかりません。第六サティアンの複雑な構造が捜索を阻んでいたのです。 これは第六サティアン内部の見取り図。三階建ての一階は教祖一家が暮らす場所。しかし、朝原の部屋はもぬけの殻でした。幹部が暮らす二階にもいません。ならば三階か。しかしそこは信者が暮らす百二十七の部屋が。 蜂の巣のように並ぶまさに迷宮でした捜索開始から2時間半が経った頃には何でしょうスコップを何を掘るんでしょうかスコップを掘て地下室ですか地下室があるんじゃないかって地下室も探し始めちゃったのそんないろんな話がね不走してるんですよ情報がはいどこを探しても<ー>朝原がいないのです,です強制捜査が始まって

朝原を探すよう指示が出ましたもう一回探すから再捜索するから今から好きなことやっていいとどこ入ってもいいって言われたんですよ。この時牛島さんには気になっていた場所がありましたそれは監視任務で上食式村に来た時に見た光景ふと見上げたらここで その信者がカバーを3階の窓から見ようと乗り出しながら3、4人でこうつけているのをこう,こうこんな感じで見てたって感じですよね。なんであんなとこにつけるのかなと。目撃したのは信者が取り付けていた換気扇カバーです。X デーの映像をよく見てみると、牛島さんが見たという換気扇カバーが映っていました。一方。 そののの週間前の映像ででは、換気扇カバーが確認できまません。新たたに取りり付けられたものだとわかります。れ第6サティアンの壁に取り付けられた真新しい換気扇カバー。これは 隠し部屋のために作った空気口ではないのか。牛島さんは換気扇カバーが設置された場所へと向かいます。こんな感じの窓があったんですよ。で、こう見ると、ここに。この換気扇カバーがある。近くに隠し部屋があるのでは。牛島さんは空気口近くにあった。2階の天井裏に目星をつけます。 天井叩きったら石膏ボードが柔らかかったんでガンガンガンってやって破ってで覗いたらするとぼんやりと箱のようなものが見えましたおかしいからちょっと確認しに行きましょうかとあそこが部屋だから多分この辺だなそして箱のあったあたりの壁を壊すとそこには お、誰かいるって話なんだ。このひげとかカンノキみたいなのが。それは紛れもない朝原商工本人でした。朝原が息を潜めていた隠し部屋。高さ50センチ、縦3メートル、横1メートルの小部屋はまるで棺桶のようです。 枕元のカゴには現金およそ1000万円が置かれ壁にはやはり2箇所の空気口が開けられていました逮捕の瞬間国家転覆をも狙った教祖と呼ばれた巨漢の男の様子はもうね震えてたからブルブルとそんな奴にねあのみんながね狂わされたのかなって

教祖の浅原容疑者逮捕です逮捕されました数々の犯罪を重ねたカルト教団の教祖は抵抗することなくうなだれていましたしかし誤想直前信者が見ている外へと連れ出すとこう出た時にもう俺は教祖みたいに威厳を示したびっくりしたんですよこ急にだから外で一歩出たらこんななって これ、こいつ、さっきまで震えてた、何、これってお前。信者の前で見せた、最後の虚勢、だったのでしょうか。紫色の服を着た人物が見えます。あれが、麻原容疑者でしょうか、紫色のオウム服と言われる服。そして、ひげが、私、確認することができました。ご送車に乗る麻原の前には、手錠をかけた、牛島さんが乗っていました。 逮捕から27年日本をそして世界をも震撼させたオウム真理教の暴走と狂気教祖であった朝原将校が裁判の途中から口を閉ざしたためその全容が解明されないまま2018年7月6日朝原の死刑が執行されました過去日本にはこういう 恐ろしい事件を起こした宗教集団があったんだよっていうことをね語り続けていかなきゃいけないのかなってずっとね風化させないで公安調査庁によると今もオウム真理教の後継団体による麻原元死刑囚への進行や勧誘活動は続いているといいます。